トラピストビールの製品例、アヘル、指名、グレゴリアス、ラトラッペ、オルバル、スペンサー、ロシフォール、トレフォンターネ、ウェストマール、ウェストフレテレン、ズンデルトトラピストビールは、トラピスト回収動員で作られる長面、発酵ビールの故障である。世界の171あるトラピスト回収動員のうち12カ所のみで生産されている。これらの醸造所では、 トラピスト回収同士の教会によって定められた規則を遵守することでトラピストビールのロゴが入ったラベルと名称の使用が認められている。ヨーロッパでは飲用に適した水を確保するのが難しかったため代わりとなる飲料が発達した。修道院でも中世の頃から保存の効く飲み物としてビールやワイン等が作られ振る舞われてきた。修道院でのビールの醸造は 計画を含めれば820から830年に作られたザンクトガレンの修道院平面図にその記述があるが実際に作られたものは11世紀頃に現在の使命にあるスクール門修道院のものが始まりと言われている。フランス革命の際には修道院の破壊や修道士の追放もあったが19世紀頃には成功が確立した。 20世紀に入ると第一次世界大戦で、醸造用設備の略奪などがあり、製造の中断もあったが、積極的な再建が行われ現在に至る。トラピストビールの故障は1962年に、ベルギー貿易通商裁判所が承認し法的に保護されたものである。1997年には、名前の乱用を防ぐため国際トラピスト会、修道士協会を設立し、 基準を満たした商品にのみ、オーセンティックトラピストプロダクトの文字の入った六角形ロゴマークが、印刷されたラベルの使用を許可する取り決めをしている。基準とは、下記の通りである。なお、修道院のスタイルのビールという意味では、アビービールという分類がある。通常アビービールという場合は、トラピストビール以外のものを指す。トラピストビールは、上面発酵のエールで、 瓶詰め後にも発酵熟成が継続して行われる点に特徴がある。そのため、瓶のサイズや製造からの日数、年数により同じ銘柄でも味が異なってくる。各醸造所ごとに個性的で多彩なビールを醸造しているが、全体としてはアルコール度数が比較的高い傾向があり、長期保存が行える。一例として、シメイブルーは5年の保存が効く。 専用のグラスはおおむね聖杯型のデザインである。2018年6月時点では、以下の12カ所の修道院が、ITA より認定されている。ラトラッペは高齢化と、人手不足もあり1996年に民間業者と契約し、製造スタッフを外部から迎え入れた。修道士が製造に携わらなくなったため、同年12月1日から名称とロゴの使用を、 取り消されたが、2005年に回復している。このほかフランスのモンデカ修道院で販売されるビールモンデカが、トラピストビールとされることもあるが、醸造をスクールモン修道院に委託しており、自身の敷地内で醸造しなければならないとの規則に反するため、オーセンティックトラピストプロダクトの文字の入った六角形ロゴマークは、使用されていない。ありがとうございます。